ライブレポート、氷川きよし復帰後初ツアー大阪ライブ大盛況、TM ネットワーク、セブンデイズをカバーも披露。氷川きよしが9月4日、5日に復帰後初のコンサートツアー、清氷川プラスキーナ。25th フィフスアニバーサリーコンサートツアー、キーズナ。の大阪フェスティバルホール公演を開催。2日間で延べ5200人のファンが集結し、 ジャンルの枠を超えた計32曲を歌唱した。写真、白のタキシード姿で歌う氷川きよし。氷川は二は2022年末から歌手活動を休養していたが、今年8月17日に約1年8ヶ月ぶりに実施した東京、東京、ガーデンシアターでの公演を皮切りに復帰し、コンサートツアーを行っている。大阪公演は客席に赤、木、 緑など様々な色のペンライトが揺れる中で始まった。氷川は黒のラメ入りスーツでステージに現れ、キーナンさん。お帰りという大きな声援を浴びる。一曲目はキー名義で自身が作詞、キネナと TM ネットワークが作曲を手掛けたウォーク。氷川は先行きの見えない不安の中、ゆっくりでも迷ってもいいから、一緒に歩んでいこう。 というメッセージを込めた歌詞を観客一人一人を見つめるようにしながらじっくりと歌い、今日は皆さんありがとうございます。思いっきり楽しんでください、と笑顔で語りかけた。氷川は白の塩尾服に着替えてから歌は我が命を披露し、待っていてくれるあなたがいる限り、私は歌い続けると再び音楽の道を歩む決意を歌で表現。さらに、星空の秋子、 公衆炉大丈夫、清のずんどこ節、といった人気曲の数々を、これまで歩んできた自身の道のりを振り返るように、思いを込めて歌った。バンドによる、清の双乱節の演奏中、氷川わ清プラスキーナ。名義で感謝と決意を記したメッセージがスクリーンに映し出される場面もあった。また白と紫の紋付き袴姿では、大い追っかけ音次郎、 箱根八里の半次郎、三味線旅ガラス、白雲の城などの演歌における代表作を披露し、観客からの喝采を浴びた。ライブ後半には背中にキーズナとプリントされたダメージデニムのセットアップで登場した氷川は、1988年発表の TM ネットワークのヒット曲、セブンデイズウォーを熱唱。この日最初のトークコーナーでは、以前は、 毎年大阪でコンサートを開催していました。大変ご無沙汰して申し訳ありません。これからまた新たな気持ちで歌って、皆さんに幸せな気分になっていただきたいと思っています。と述べた。続いて、氷川が作詞、キネが作曲を手掛けたキー名義の URU、キーナ名義のファザーや漫画テルマエロ前の作者である山崎まりが作詞した。 生まれてきたら愛すればいい、などを情感豊かに会場下た。本編ラストのあなたがいるからでは、氷川がこの曲だけ写真、動画撮影 OK です。どんどん拡散してください、と話し、ファンを喜ばせた。アンコールでは白と黒のドレスパンツスタイルで再びステージに上がった氷川は、ユカレイコが役史を担当したクイーン、ボヘミアン・ラプソディのカバーを熱唱。 来名を歌い終えた後、氷川は長時間ありがとうございました。最高に気持ちよく歌わせていただきました。と改めて来場者に感謝を伝える。そして、KH と記されたロゴ入りボールを客席に投げ込み、気にしないで客席に降りて、ハイタッチやハグをするなど、ファンとの交流を楽しんだ。さらに最新アルバム、氷川きよしリクエストベスト。 におけるファン投票で1位を獲得した、限界突破かけるサバイバーでこの日の盛り上がりがピークに。氷川は歌唱後に、ああ、スカッとした笑いと満面の笑みを見せた。ラストソングは、音楽のジャンルの枠を超えて、幅広い層の皆さんに共感していただけるような楽曲にしたい、という氷川の思いが込められた、g d n 現 GRE4N ボーイズ提供の緑氏。 氷川は歌唱中に換気は待って涙し、ファンがエールを送った。また明日9月6日に誕生日を迎える氷川に、ファンとバンドメンバーからバースデーソングがプレゼントされた。氷川はこのサプライズにお礼のことを述べ、また一つ年を重ねます。これからも一生懸命頑張ります、と意気込んだ。開演から3時間、コンサートは大盛況のままに全演目が終了。 氷川は皆さん、今日は本当に最高でした。ますます幸せに、そして元気になられた皆様と、またお会いできることを願っております。さようなら、と挨拶し、ステージを後にした。